ね、これはあいにくのお天気なんですが、これでもうそろそろ雨がね止むっていう予報なので、ライブに行きたいと思います。ETC カードを確認しました。昨日のうちにね、イサンコネクトで行き先登録してあるので、はい、このパイロットが設定されました。見えてる、あそこの山の広い部分が雲です。一回横に立ってみたいな。でか。でか。こんなでかいクマ。毛の倍ぐらいあるじゃん。あ、ベーゴマとか懐かしい。これ。ババなんか小さい頃遊んだわ、これベーゴマって。あ、ドリフだ。志村けんがいない時のだ。あらい中だ。ここ古い。コドランが家知らないでしょ。うん。この曲知ってる。うん。ここは知ってる。あ、けん。あれレコード上にある。あ、タイガーマスクだ。ケイの好きな、うん、これのぞみおばちゃん好きだったかな、うん、あ、360、うん、ケイ好きでしょ、うん、これミゼットじゃん。すごいね、こんなん見たことないよね、けんね、うん、ミニ？ミニ。うわ、事故ってんのかな。事故ってんだ。事故ってんの、飾ってんの、うん、これさ、これなんかさ、半分だよ。エンジンとか見えてるよ、ほら。あ、ほんとだ。電柱に当たってるよ。今気づいたら、タイヤが後ろに立ってた。ほんとだ。だから6個タイヤがあるってことだね。これ本当にあるの？どうなんだろう、本物なのかな。ポリスって書いてあるよ。捕まっちゃった人が乗ってる。前警察が乗ってる。チョロ Q ミニって書いてある。ビートルズ、なんだっけ。え、これもしかしてあれじゃない、このハッピアさ、ここで着てるやつじゃない。本当だ。自動車大学校の人が作ったんだって、これ。すごい。こんなミニ本当に走ってたら大変だね。ミニじゃないね、ビッグだね。あ、これイニシャル D。藤原豆腐店だ。街ログがある。で、こんな近くである見たこと。でも藤原豆腐店の方が初めてでしょ。
大変形。なんかの感覚あるよ。ほんとだ。これさ、あれじゃん、ケイスケの FD じゃん。すごいね。これ俺が一番見たかったやつ。あ、そうなの？うん。見れば。あ、すごいじゃん。無線自転機本物見たことある？初めて。結構ちっちゃいでね。ちっちゃいね。中もすごいね。ヨタ八じゃない？天命初めて。じゃ撮る。これ240だ。これ GTR で。GTR 撮る。ロータリーエンジン。これも踏まれてるの？これがエンジンの中でぐるぐる回って。GTO かな。2000年って書いてある。今の2000年、うん、これ出たの？出たやつらしい。だから少し周りだけ、もうすごかったね、キャね。見たかったやつ結構見れたでしょ、うん、こっち何だろう。おー、びっくりした。ビートルズ、スパイダーマン。すごい、ゴーストハウスだって。ゴーストハウス、うん、いいんだよ、後ろついてくから。何？何？何で？いいよ。行くよ。なんで俺先見させる？うん。そのまま出たっけ？うん。それからで見えんの？違うよ。見えねえな。だってわかんない。見えないね。あ、もうこれで出口だ。そうだよ、ビビってたじゃん。
キャノンボール懐かしい。これだ。ああ、無事。ゾンビたちに襲われて車が。ビートルか。恋人の金だったけど、流せば。これ？うん。もう死んだ。力の加減ができなかった。何今本当に流したの？ジュジャの好きだよ。男は辛い。トラさんっぽい。トラさんで。そうなの。ファンだったんだね。え？大ファンでしたって書いてあるから。見に行ったもんね、動画ね。うん。あれ戦車じゃん。うん。昔のやつ。キービルワーゲンとシビングワーゲンないから。わかんないけど。戦車が壁突き破って出てきてんだ。あれ偽物か。戦物だと思うけど。実物大のサイズで復元しましただって、あれ本物の大きさらしいよ。あ、こっちも戦車、OK、これも実物大だって。でかいね。シビングワーゲン、俺は今大好きです。どれ？うん。あ、あれがそうなの？これシビングワーゲンです。へえ。どうだった？面白かった。面白かった。うん、なんか見たかった車は何台か見れたもんね。うん、よかったね、うん。よし、じゃあこれで買いますか。コパイロット。はい、じゃあ今日ねノートでドライブに行ってきたんですけれども、ね、燃費がね、実際走った距離が 228.9 で、ね、ガソリンがね 11.76 だったので、計算してみたらだいたい 19.5 ぐらい、日産コネクトで見てみると 20.4 ってことになってるんで、まあ、ちょっと誤差の範囲になるのかな、まあ、大体20キロぐらい走ったということになります。今日は、ね、結構楽しかった。楽しかった。よかった。いろんなに珍しくなったね。うん、よかったね。あとプロパイロットは快適でした、うん、ね。はい、ということで今回は面白かったやつが多いからチャンネル登録してね。バイバイ。